リヴァプール、1月に遠藤放出を容認。リヴァプールは、より若い守備的ミッドフィールダーを獲得するため、1月に遠藤航を放出する準備ができている。まあそうだろうな。残ってほしいけど、これはしょうがないんかね。チーム状態は非常にいいと言わざるを得ない。仕方ない。エージェント頑張ってくれ。悲しいよ、綿。機械でもパフォーマンスかなりいいけどな、やっぱ30代って結構評価としては良くないのかね。まあ綿はベンチにいていい存在なんかじゃないからね、移籍して打倒。遠藤欲しいチームはいくらでもある。マジでスパーズ来ない？普通にリーグ内で移籍してゴリッポリに活躍して欲しいチーム状況最悪だけど、ユナイテッドとか。序列落ちただけでコンディションは落ちてないから出れば活躍できるはず。普通にありして。